生まれて間もない子猫をお世話するのは本当に大変です。昼夜を問わずミルクを与え、体もきれいにしてあげなければなりません。何か体調に変化はないか常に気を配っていなければいけないのです。ある夫婦はその大変な子猫のお世話を見事にやり遂げました。そのおかげで一人ぼっちだった子猫の命は助かり、新しい生活が始まったのです。猫のミッシーの飼い主である夫婦は猫との暮らしに大きな喜びを感じていました。ミッシーの愛らしい仕草や行動に場が和んだり笑いが起きたりするのです。そうして二人はミッシーと共に楽しい毎日を過ごしていました。そんなある日、夫婦はふと子猫の鳴き声を耳にします。幼い猫特有の声で、ミッシーの鳴き声ではありません。よく見ると小屋の裏に子猫が一匹隠れていました。母猫とはぐれて一人ぼっちになってしまったようです。夫婦は迷うことなく子猫を家へと連れて帰りました。猫がどんなに愛らしく素晴らしい生き物か知っている二人は、放っておくことなどできなかったのです。そして24時間つきっきりの子猫のお世話が始まりました。小さな命を救おうと真剣に向き合う二人、子猫の様子に目を配り、こまめにミルクを与えます。夫婦はとうとう一睡もできないまま朝を迎えました。それでも二人の顔に疲れは見えません。子猫はすっかり夫婦を信頼し、本当の親であるかのようにすり寄って甘えるようになったのです。ついには二人の膝の上でうとうとと眠り始めました。その姿に夫婦は思わず笑顔になります。疲れよりも子猫の愛らしさが勝ち、幸福感でいっぱいだったのです。二人は子猫にビーンと名前を付けました。小さくてコロコロしたところから名付けたのです。ビーンは安全で快適なこの家を気に入り、次々とリラックスした姿を見せてくれました。伸びをしたりあくびをしたり、首をかしげて大きな瞳でじっと見つめてきたりするビーン。夫婦はあっという間にビーンの虜となりました。そして先住猫のミッシーともすぐに打ち解けたビーン。幼いビーンにはミッシーのやることがすべて新鮮に見えるようです。いつもミッシーの後ろをついて回り、その行動を真似するようになりました。ミッシーもそんなビーンが可愛いようで、温かく受け入れて見守っています。一人ぼっちだったところを助けられたビーンは、夫婦とミッシーに見守られながらすくすくと成長していくことでしょう。一睡もできなかったあの夜も、ビーンという家族が増えた記念すべき日、夫婦にとって今では良い思い出となっているのです。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。